っぱり個性が強い人が多いんで、今の専属モデルの人、先輩もそうですし、他の先輩とか後輩とかもそうですけど、だからそれに負けないファッションを持ってる子が入ってくれればいいですよね。はい。いや、森はすごい全部言ってくれたね。何ですかその棒読み。はい、まあ、でも楽しい現場がすごい多いんで、メンズの撮影は。でもその中でもやっぱ厳しいところとかもあるんで、人間的にも成長できるところ多分あると思うので、ぜひ振るって応募してください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。